同級生にマネージャーやらせるなんてどうかと思いますけど。やるっつったのはあいつの方だ。嫌ならとっくに辞めてると思うけど。いやでも日和は一度やると決めたことは途中では放り出さない、そういうやつなんで。あら、ひよこかわいいじゃない。とっても似合ってるわ。ありがとうございます。二人のプロデューサーのおかげです。アイドルってマネージャーのプロデュースまでするものなんですか。女の子の身なりに口出しするなんてやりすぎじゃないですか。妙に突っかかるね。嫉妬？鈴見のこと好きなんだ。アイドルには関係ない。マネージャーのプロデュースなんて普通はやんねえよ。でもあいつがあんまりダサいからさ。の、ああ、恥ずかしくて一緒に街を歩けないレベル。全然垢抜けねえし色気もねえし女子って感じがしねえんだよな。あれでヒロイン願望があるんだから身の程知らずにも程があるよね。ちょっとおしゃれしたくらいであいつを好きになる男なんているわけないっつーの。君だってそう思ってるんでしょ。女子としてパッとしないなーって。日和はいいやつだ。いいやつってだけだよね。そんなことない。幼馴染だからって無理にかばうことないよ。ぶっちゃけ鈴見が彼女ってありえないっしょ。ある。俺には日和しかおらん。はい、決定。好きなんだ、鈴見のこと。ごめんな、煽るようなこと言って。君の本心が知りたかっただけだから。相手がアイドルだろうと日和は渡さん。は？渡さんけ。お待たせ、社長すぐ来るって。ん？どうかした？いや、なんも。